うちのこの、 あのプランターに入れる土作りですねはこちらのまず赤玉土使ってます。でここにね混ぜていくんですけど、次にこの腐葉土ですね、腐葉土使ってます。一番多いのが赤玉土で、その次に腐葉土ですね。あとはあの竹パウダーがその次ぐらい。竹パウダーですね。竹パウダー。プランターに入れるときに竹炭を使います。実際やってみようか。レモンバームですね、ちょっと鉢が小さくなったかなと思って、こちらをちょっと大きい方に植え替えたいと思います。ここあの穴が開いてるんで、こういうネットですね、こういうネットで塞いであげる。このそこに竹炭を入れます。この竹炭一番下に入れるのって、あの波形を良くするのと、あのミネラルをですねいい感じにあの植物に与えてくれるので、一番そこに入れるようにしてます。次に腐葉土、腐葉土ですね。この上に腐葉土を入れてあげる。2杯ぐらいかな。2杯ぐらい。はい。でここにさっき溶いたこれを入れます。満杯にしてですね、でこうやってトントンしてあげるとですね、ある程度ちょっと沈んでくるので、結構いっぱいいっぱい入れちゃった方がいいかもですね。こんな感じです。植えた後にお水をたっぷりかけてあげておきます。なので他にもあとは肥料とか何も与えず、お水だけ与えます。竹パウダーなぜ混ぜ込むかっていうと、竹パウダーの中にあの乳酸菌がたくさん入ってるんですね。でその乳酸菌があると微生物が活性化して増えてくるので、結果あの根も張りやすくなります。あってもなくても腐葉土と赤玉土だけでも良いと思います。どちらでも。ただよりその根を早く生やしてあげるのと、ちょっとあのバランスよくするために、うちは赤玉土でしょ、赤玉土、腐葉土、竹パウダー、竹炭4つを使ってます。はい。